バレリー・パブリノビチ・シャンツェフは、ロシアの政治家。ニジニノブゴロド州知事兼政府議長。モスクワ電信技術大学、プレハーノ不明症国民経済アカデミーで学び、工場労働者として勤務。1971年共産党に入党し、地区委員会初期などを務める。1991年8月、モスクワ党執行委、第一副議長の傍ら、 国ー、OK、チーム、HC ディナモモスクワの商業監督。ソ連8月クーデター後、共産党離党。1994年モスクワ市行政府南区、行政府長に指名される。1996年6月モスクワ副市長に、選出され、同時に、モスクワ市行政府第一副首相に任命される。なお、選挙運動中、暗殺されかかり、 体の148箇所に怪我を負い、全身の50%を火傷に見舞われたが、奇跡的に生き延びた。1999年12月改めて副市長に選出され、経済政策と都市開発を担当した。2003年12月、ユーリルシコフがモスクワ市長に参戦されると、シャンツェフも副市長に再度任命された。 副市長としては2012年オリンピック開催都市へのモスクワ推薦に尽力した。2005年8月8日にニジニノブゴロド州知事に任命された。2010年にモスクワ市長を解任されたユーリルシコフの公認候補として名前が挙がった。ありがとうございます。